1992年イギリス労働党党首選挙は、イギリスの政党、労働党の党首を決定した選挙。1992年の総選挙における、労働党の敗北と、それに伴うの前党首、ニール・キノックの辞任を受けて実施された。党首選には、二人の候補者が立候補したが、かねてからジョン・スミスの圧倒的勝利が予想されていた。党首選は、 労働党が1981年以降、採用しているシステムに則り、労働党の庶民院議員、欧州議会議員の票、労働党員の票を30%ずつ、労働党系列の3つの労働組合員の票を40%に振り分けた投票で行われた。7月18日に投票を実施。圧倒的得票により、ジョン・スミスが党首に選ばれた。 彼はこの後2年間党首を務めるが、1994年に休止してしまう。副党首に選ばれたマーガレット・ベケット。後に、スミス党首の休止を受けて、臨時党首に就任する。党首選に合わせて、副党首選挙も実施された。党首選挙の大勢が、スミスの圧勝に傾いていたため、注目はむしろこの副党首選に注がれた。党首選挙に敗れたグールドを、はじめ、 三人が立候補した。なお、この副党首選挙には、後の労働党党首、トニー・ブレアも出馬を模索していた。彼に出馬を進めたのは、ブレア側近で、モダナイザーと呼ばれる、党改革派のピーター・マンデルソンや、ハリエット・ハーマンで、そこには、スミスでは、党改革に生ぬるいだろうから、ブレアが副党首として、改革を強力に進めるべきとの意図があった。しかし、 ブレアの貢献役であるロイ・ハタズリーは、ブレアの将来を考えた上で、彼を党ナンバー2の位置につけるのは、もったいないとして、出馬に反対。ブレアの名優であり、ライバルでもあるゴードン・ブラウンも、ここで、ブレアが副党首になれば、彼との差が広がってしまうとの理由から反対。辞任した党首、ニール・キノックも、ブレアの実力を認めてはいたものの、まだ早すぎると判断して反対した。 ブレアは本心では出馬を望んでいたが、スミスの副党首には女性を望むとの一言が決定だとなり、女性はマーガレット・ベケットの優位に傾いた。結局、ブレアはこの副党首選挙には出馬せず、次の党首選挙で党首に就任する。結果、マーガレット・ベケットが副党首に選ばれた。ありがとうございます。